Have a bang. I have a bang. はい。皆さんこんにちは、トムです。今日はですね、このサンスタイルのサンバーのですね、ホワイトレターリベンジの方をしていこうと思います。というのもですね、前回ですね、こちらの動画で、こちらのですね、タイヤマーカーの方を使って、ホワイトレターの方ですね、書いたんですけど、なんかね、うまいこと色塗らなくて、というのもその前にですね、こちらですね、アルトの方で実は一回これ使ってるんですよ。で、それで多分中身がもしかしたらなくなってたのか、またはまあそのタイヤとの相性なのかわからないんですけど、うまいことですね、色の方が乗らなくて。で、この前ですね、そのコメントの方で、こちらのポスカを使うとですね、結構いいよっていうコメントがあったので、今回ですね、こちらの方をちょっと使ってみようと思ってます。で、まあ、違いとしてはですね、正直僕成分的にはよくわかんないんですけど、こっちが値段がですね、大体まあ1000円ぐらいで、こちらポスカがですね、大体200円ぐらいで買えるものとなってます。はい、それではですね、早速塗っていこうと思います。それではですね、塗っていきます。まずはですね、こちらのパーツクリーナーを使って脱脂の方をしていきます。で、パーツクリーナーなんですけど、僕が使ってるのはモノタロウで購入したパーツクリーナーなんですよね。で、実は個人的にパーツクリーナーで好きなのはですね、DCM ダイキのですね、パーツクリーナーすごく好きで、なんでかっていうと、なんかやっぱりなんかあっちの方がよく取れる気がするんですよね。他社のパーツクリーナーと比べるとすごく汚れがよく取れる気がする。皆さんよかったらまた試してみてください。ちなみに多分ダイキはね、関東圏なんで。嘘。え、ちなみに皆さんダイキって全国ありますかね。僕勝手に全国あると思ってたんですけど、なんかあるなし、よかったらまたコメントで教えてください。よっしゃ、早速じゃあ塗っていこうと思います。最初新品やから、これ色が出るまでちょっと時間かかるやつです。おお、出た出た。おいいかもしれん。めっちゃ出る色。あ、めっちゃ出るやん。しかもなんかあのタイヤマーカーも、ね、多分新品の時なんかインクの出良かったんですけど、あれですね、あれですね、一個明らかに違うのはポスカの方がですね、白いです。めっちゃもうちょっとなんかタイヤマーカーの黄色があった白だったんですけど、ポスカの方がね、本当に真っ白って感じがしますね。あ、いいかもしれん。ほんまよほんまよほんまよ。あ、白い白い、楽しい。やべ、これいいっすよ、これ。ああ、いいですね。白いですね。もうね、全然色の塗りが違いますね。もう前回の動画見ていただいたら分かると思うんですけど、この D を描くだけで多分ね、3分ぐらいかかったんじゃないかな。あ、めっちゃいいわ、これ。色濃いし、しかも安いんですよね、こっちの方がね。うん。色の塗りがやっぱいい気がしますね。なんかただこう、空気の粒ができるんで、あれですけど、そこだけどうにかしないといけないですけど。まあ、あと耐久性ですかね。どれだけ色が落ちないかっていうのがちょっと気になるところではありますけど、色の塗りとかに関して言うと、バチバチにいいですね、これの方が。うん。一旦全部塗っちゃおう。うわ、ポスカ優秀かもしれないですね。しかも安いんですよね、こっちの方がね。タイヤマーカー買う金額あったらポスカが大体4本ぐらい買えちゃうんで、こう考えると経済的かもしれないですね。なんか、うん、白いな、ちゃんとちゃんと白いぞ。これはいいかもしれない。アルトもこっち塗ろうかな、また。あ、しれいしれい、これええ感じじゃないですか、相当。うん、スピードもスピーディーですね。スピードもスピーディーですね。あ、こっちだいぶ乾いてきましたね。ちゃんと色塗ってますね。真っ白だ、しかもダンロップ。夏はね、暑さと蚊がやっぱ苦手ですね、僕はね。そこはなかったら最高なんですよね。そこはなかったら最高なんですよね。よいしょ、よいしょ。もうちょっと、あとピー、あとピーですよ。セーフ、セーフ。危ねえ、交差落しましたね、今ちょっとね。危ね危ね危なかった。とりあえずこんなもんでしょう。ちょっともう一回乾いたら仕上げします。遠くから見たらめちゃめちゃいい感じです。バッチリバッチリ。塗るとですね、ちょこんな感じになりました。かっこいいですね、やっぱダンロップ。ホワイトレター入れると、うん、かわいい、かっこいいって感じですね。なんていうの、かっこかわいい、かわかっこいい。わかんねえや、わかんねえや、わかんねえや、わかんねえや。後ろタイヤいきます。はい、じゃああとですね、後ろタイヤの方いっていきます。最近めっちゃ雨降ったんで、なんか汚いですね。よっしゃ、取れろよ、これ。おー、取れる取れる。パスクリーナー優秀だ。よいしょ、よいしょ。うん、切ったね。車の整備やつはもうひたすら僕汚い汚い言ってるんでね、良くないなと思いますけど、編集しててすごい思いますね。あー来たね、あー来たね。もう良くないなと思いますけど、よっしゃ、手汚れ一通り取れたので、手汚れ一通り取れたので、手汚れ一通り取れたので、早速塗っていきます。取れやー、うえーうえうえうえ、白くなれー。ポスカ優秀。ポスカため買いしようかな。買いだめだね。買いだめします。買いだめしておきます。またアイラブポスカ。よし、D。そういえばダンロップかな、違うわ、ダンロップじゃない、ブリヂストンだ。あれブリヂストンって、確かにあれですよね、石橋さんっていう方が始めたからブリヂストンだったはずです。ブリヂストンで橋石で、それってもともと確か石橋さんで、ストーンブリッジをもじって確か作ったって聞いた気がしますね。匠やったな。まあわかんねえや、
僕実は本名は匠なんですけど、匠の漢字はですね、皆さんもご存知だと思うんですけど、イニシャル D っていう漫画の主人公藤原匠のですね、匠と同じ漢字なんですよ。別に父さんあれですよ、その匠をパクってつけたとかじゃないらしいんですけどね、たまたま匠、同じ漢字の匠です。はい、匠です。僕ちっちゃく乗りたかった車がデロリアンとサンバーだったんですよ。でサンバーはもう叶っちゃいました。トラックとバンどっちも叶えちゃったんでね、一個夢は叶いましたね、乗りたい車の。デロリアンはちょっといつかなのか分かんないですね。デロリアン乗りたくなった理由っていうのが、バックトゥザフューチャーっていう映画をですね、小4ぐらいの時に見て、それがもうねかっけーってなって、もうどん中にデロリアンタイムマシンとして出てくるんですけど、そこで見たデロリアンを忘れられないなって、なんだこのカクカクしたかっけー車みたいなっていうのですごい好きになりましたね、デロリアン。あと僕バックトゥザフューチャーっていう映画、すごい僕結構人生大きい影響を与えた映画で、僕もともと将来の夢時計屋さんだったんですけど、そのバックトゥザフューチャー見てですね、うわ科学者になりてーってなって、っていうのもあって今は、まあ違う、まあまあそう、そこでですね結構人生変えられましたね。時計屋の夢から科学者の夢になりましたね。ピーシャ、こんな感じでしょうか。塗れました。めちゃめちゃ時短だし、めっちゃ綺麗に塗れます。僕は塗るのが下手なんでこんななってますけど、うん、でも塗りやすいと思います、かなり。とですね、こっちが前回タイヤマーカーで塗った方なんですけど、やっぱね全然色のりが違いますね。フォスカの方がですねめちゃめちゃ白くなるんですよね。若干タイヤマーカーだとなんか黄ばんじゃう感じがしますね。あると思うんですね、タイヤをちょっと見てみると、後ろとタイヤは確かフォスカで塗られた上に塗ってて、フロントタイヤはまあ元々のタイヤの上にこう新しく塗ったんですけど、やっぱフォスカを一回塗ってある方が綺麗ですね。フォスカ違うのかな。というのでやっぱりフォスカはかなり優秀だということが分かりました。フォスカね、ため買いしておきます。買いだめ、買いだめしておきます。はい、ということで今日はですね3番の方にホワイトレターの方行ってみました。今左側がポスカで塗ってて、右側がタイヤマーカーで塗ってる感じなんですけど、じゃあ右の方はですね後でポスカで上から塗っておこうと思います。ということで一応作業の方はこれで終わりとなります。よろしければですねチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。さあ皆さん、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 それではご視聴ありがとうございました。